MLB 大谷翔平に感謝すべきだ。米 TV 局は最敬礼。来季のエグニアクシーンへ。穴は明白だ。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も大谷翔平のファンへ情報をご提供させていただきます。米放送局 NBC スポーツはエンゼルスのうまくいった点。 うまくいなかった点を総括。エンゼルス大谷翔平投手はメジャー5年目の今季15勝 &34 本塁打と歴史的な活躍を見せた。一方で、チームは地区3位で8年連続でプレーオフ進出ならず、米メディアは2022年のエンゼルスをどのように評価を下すのか。米放送局 NBC スポーツはうまくいった点、うまくいかなかった点に分け、 特集記事を掲載した、うまくいった点として真っ先にピックアップされたのが大谷だ。投手では28試合登板して15勝9敗、防御率2.33、166回とメジャーで初めて規定投球回に到達し、219奪三振を記録した。打者でも打率、273、34本塁打、95打点、 ヤンキースジャッジとの MVP 争いについて記事ではおそらく2年連続 MVP を獲得できない唯一の理由はヤンキースで62本打った男がいるからだとしつつも2年連続の投打フル回転を大絶賛。感謝するべきだ。彼のような選手は二度と見られない可能性が高いと綴ったトラウトはシーズン40本塁打を記録。2015年ドラフト1巡までエンゼルス入りしたウォードラが台頭した。 トラウトはエリートであることを証明し続けている。ウォードは OPS833、23本を記録した。サンドバルは148回2月3日を投げ、防御率2.91の素晴らしい成績を残したと各選手を評価。先発ローテは大谷、サンドバル、スワレス、デトマーズラ4投手が戻ってくることも評価のポイントとなった。一方、 うまくいかなかった点では3選手以外の打線がやり玉に上がった。レンドンは右手首手術で47試合出場止まり、ウォルシュは打率215、OPS642 と低迷した。フレッチャーも故障に苦しんだ。さらに救援陣の防御率3.95はメジャー18位。九回最高の選手が2人もいたにもかかわらず、 エンゼルスは球界屈指のンダに苦しんだ。投手も完璧にはほど遠く、特にブルペンはそうだった。トレード期限でブレイブスにトレードされたイグレシアスは防御率4.06という残念な成績に終わったと告表している。ポストシーズンにトラウトと大谷を連れていかねばならない。これがチームの史上命題だ。そのためにエンゼルスは打線に一人か二人の打者の補強が必要だ。そしてウォルシュ。 レンドンの復活にも期待しなければならない。先発陣は最低でも、あと一人が必要で、ブルペンの整備も必要だ。ロースターの素質は確かだが、穴は明白だ。ただ、チームは身売り問題の真っただ中にいる。記事でも球団売却の真っ最中なので、今、オフどの程度補強に積極的になるかは、 興味深いことだと締めくくられているフルカウント編集部 FA ヤンキースジャッジの契約は天文学的数字に他球団遺跡なら大谷翔平のトレード再燃も世界一27回の歴史を持つヤンキースがアリーグ優勝決定シリーズでアストロズに4連敗を喫し2009年を最後に13年連続でワールドシリーズ進出を逃しました過去6年間で3度進出した同シリーズでは いずれもアストロズの前に屈しており、名手にとっては苦難の時期が続いています。シーズンが終わったことで、今後はストーブリーグに突入しますが、米メディアでは早くも主砲アーロンジャッジの行方に注目が集まっています。今オフ、FA フリーエージェントとなるジャッジは、開幕前にヤンキースから7年、総額2億1350万ドル、約310億円で契約延長のオファーを受けましたが、交渉は決裂。 並々ならぬ決意で臨んだ今季は、アリーグ新記録の62本塁打を放ったほか、131打点で2冠を獲得しました。打率もリーグ2位の3割1分1輪をマークするなど、自らの価値をさらにアップさせました。この結果、今後の契約はマイクトラウト、エンゼルスの12年総額4億2650万ドル、約618億円。 マックス・シャーザー、メッツの単年4300万ドル、約62億8000万円を超え、過去最大の天文学的数字になると予想されています。ジャッジ自身は、ピンストライプのユニフォームへの愛着を語りつつも、今は FA。これからどうなるか、様子を見たいと、冷静な姿勢を見せています。もちろん、ヤンキースに残留する可能性もありますが、すでにドジャース、メッツ、 ジャイアンツなど資金力のある球団が移籍先の候補に挙げられています。その一方で、今オフ最大のピースとなるジャッジが他球団へ移籍するとなれば、エンゼルス大谷翔平のトレードの話題が再燃するとも見られています。実際、今期のトレード期限前には、メッツなどがエンゼルスに大谷放出の可能性を打診しましたが、オーナーのモレノ氏の意思で凍結された経緯があります。今オフ。 ジャッジが対談すれば、ヤンキースが大谷に触手を伸ばす可能性は高いだけに予断を許さない状況になりそうです。なかなか世界一を奪回できない名手に残るのか、それとも新天地でチャンピオンリングを目指すのか。ジャッジの決断は、大谷をはじめ移籍史上全体に大きな影響を与えそうです。 レートは当時ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。